やいや、グッドグッド。あ、足場ね。で、ここ渡ったらいいのは、ああ違うわ、あの端っこかかるんだ。はあ、はあははあ、とどめのように風が冷てえな。ああもうやってらんねえよ。なんで東名古屋港駅なんてあるのよ。よっぽど見かけとかあっちの方の必要があるだろうって気がしてくるけど、つまりなんですよね、営業研修数は100超えてるんですよね、確か東名古屋港って。ああじゃあなくならねえか。ああ黒字なんだもんな。ああいやーいやーマジか。ああはあはあ、だってうわここ低いからちょっと怖えな。あでもなんか高専用車両とかも並んどって、はあ、面白いのは面白いね。こんな感じね。風強っ。いやちょっと怖いね。高くない、フェンスが高くないから、すげえ見晴らしもいいから、すげえ電車取るスポットにはなりそうですけど、いかんせんいくら山田さんでも寒いよこれは。多分気温1度とか2度ですからね。うん、いやこれ、あれどこだったっけ、岩塚駅かね、あそこでこれワークショップで買っといてよかったね。うん、1度2度で半袖はさすがに死ぬわ。うん、危なかった。さあ渡ってこの先行ったところにそんなに離れてないはずなんですよ。ああいやーこれ出してやってやってらねえぞこれ。まあ特にいいじゃん、もうなんか工場の倉庫とかそんなのもおかしいですからね。で、一応これで沿線、あそこでね先に見てるのが筑後高専、東名古屋高専でしたけど、名前忘れたよ。ああこんな感じでねストーンと来てますよと。 あれ電車向こうか、ここは全然走ってきますよね。こっちはもう一応信号はねと思ってますけど、もう明日の朝の8時ぐらいまで電車、あ8 7時台か6時台か、電車は来ませんよと。うわ風がもうやだ。もうやだよ、なんでここ真ん中を止まれしてこんな寒空の中やってるはずもない東名古屋港駅に行かないといけないんだ。これ東名古屋港駅の踏切ですね。ああ車も入ってこないし、いいでしょう、ね、でっかい倉庫がいっぱいです。もう港の近くですからね、港の近くっていうかもうほぼほぼ港湾区域ですもんね。軽くちょっと潮風の香りがする気がする。ちなみに今あそこの踏切が鳴った超何かしらの激レア一層あの運用ですからね。何かしらの公衆運用とかね、そういうような運転でないとかこの時間に動くことはないですからね。あでもバス停があるな。最悪バス何時まである？ 8 時だとちょっと怪しいな。きついよきついよ。この辺りはでも結構歴史のあるあれですから、鉄柱とかも、なんか結構歴史がありますよね。神宮東も
神宮東門ってことはあれか、熱田神宮の方に行くのか、あるのか。よし、あれ週、あれが最終っぽいな。残ってたら助かるんだけど。いや寒いな。これ下腹町バス何時まである？あ、でも22時に、ああでも22時とかに鳴尾車庫行ける。あ、でも反対側もあるかもな。あ、最悪22時18分にこれ改めまして、やべえ、あ、間違えた。バス来た。おもきし、ごめん、勘違いさせた。ちょうどバスの時間だったんか。うん、乗りたいよ、乗りたいんだけどさ、まだ東名古屋港にたどり着いてないんだよな。でも鳴尾車庫行ってもしゃあないか。反対側でないといかんね。でこっちの先は私有地なのかな、入らん方が良さそうですね。もうだってこんなとこ歩く前提してないもん、歩道もね。でこの辺りは、運送会社のヤードになってるみたいですね。まあまあ距離あるな。あそこにまた次のバス停が見えてきたけど、もう8時10分だよ、早っ。月決め専用、下腹町、下腹町ですね。服が加わるらしいですけど、どん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 服がそぎ落とされてる気がするんだよな。この辺りもでも工房、東電の工場とかですからね。駅どこなの？日勤専用。夜勤と分けてるんですね。このとこに公衆電話あるよ。この公衆電話は果たして何年使われていないんだろう。なんであんなとこに公衆電話残ってるんでしょうね。あ、でこれがあれか、踏切があるから。かの有名な踏切のところですね。ああ、じゃあもうちょっと先が、そうだよね、これが途中にある はずだもんな。でここね、今線路と並走してね、あの東名古屋港に行く線路がありましたけど、ここにはここでね、真横にね踏切があるんですね。これも電車の踏切なんですよ。でね、普通だったらじゃあここからこうグイッと曲げてね、合流しとんのかなとかって思うところですけどね、ここはだいぶ一味も二味も違いまして、ここの先のところに、なんとそのまま十字でねぶつかってるって見えねえ。
せっかく来たのに全く見えねえよ。で、線路が垂直にね間違っていて、ダイヤモンドクロッシングってね、いうので有名なところですよと。なあ、こんなん夜に来たって何も見えねえじゃん。もうちょっとか。見えてきた。あそこに見えましたね。多分あれだよな。これなんかもう完全に立ち入り禁止になってますけどね。シューってなるでしょうね。で、